で、さらにこの上にセリフ入れたら死んじゃうよとか二度と帰ってくんなとか面白そうなセリフがいっぱいありますね。ではよろしくお願いします。毎度です。今回もiPad を使ってアニメーションを教えてもらいたいです、うん、この前は顔を変えて口が喋っているようなセリフを書きましたが、今回は何がいいですか？手を振ってる仕草、手を振りながら喋らせたら面白いですね。その仕草もセリフ次第で面白くなるし。おお、そうね。地獄に落ちろとかハンドウェーブ。私のイメージだとこうなるのかな、手がこういう風になるのでしょうか。おー、できたこんな形になるでしょうかな。まあ単純な考え方ですよねそれは教えてください。はいはい。この前何でしたっけ、ソロモンよ帰ってきたぜ的な。ああ最初は体をかいて手がすごい上がってます、すごい元気で挨拶してるかわいい。じゃあ今回は上半身と顔と手だけ。そうですね、シンプルな書き方だけどちゃんと左の肩がちゃんと上がってますね、うん、でまあ1枚目はこれで、はい、で振り切った次の絵を描くとすると、コピーとかしますか？まだこれはコピーしなくて大丈夫で。あ、わかりました。はい、よし、じゃあ2枚目、頭の内が動きます。私がやりたかったのが体全部コピーして腕だけ動かす、うん、まあそれでも作品とかによっては全然 OK ですよ、うんうん、iPad でやるとすごいはっきり見れますね、うん、肩の位置も少し下がって右の方に行って左にある腕が少し上がってますね。まあこれが原画として、あー、うん、一番左と一番右、もうちょっと幅があった方がいいかなと思ったら、じゃあこれの間を書いてみましょうか。わかりました。とりあえず1枚だけ必要ですから、うん、ところでその視聴者の教えてくれた方ありがとうございます。このこれは割りやすいですね赤と緑にすごい見やすくなりました。ぜひフリッパークリップ使ってる人も使ってみてくださいこれはちょうど真ん中になる。そうですね、真ん中にしちゃいましょう。で普段はこういう段階でもタップ割り使いますか？ん、ああそうですね、形が、ね、近い方がより正確にできるんで、うん、なるほど。まあ今は別にタップ割りっていう似たような機能はこのアプリにないので、うん、手で注意する点としてはこれがあのただの真ん中割るわけじゃなくて肘に引っ張られてるというのを意識させるために、はあ、真ん中ではなくちょっと残し気味に、まあ、ここが手首だとすると、はあ、位置の方に寄ってるんだ。そうですね。へえ、じゃあ帰ってくる時も緑の方に寄りますか？帰ってくる時はそこはそれでね、ほら引っ張られるから、うーん、それに合わせて。で、じゃあこれを3だな。そうですね、多分今の段階に書いた方がいい、ね、じゃあこれを1 1 でこれを5とします。わかりました。で1と3の間を次新しく割るとして、線が近いから描きやすいですよね、うんうん、あと色がちゃんと赤と緑になってるし、うん、割りやすい。同じ色で 線近かったら、ね、全然わかんないけどこれは大変だった。さすがアニメーターが早い。でこれはちょうど真ん中に割っても大丈夫ですかね？まあ体は真ん中でやっぱり手は少しね赤の方に寄せて、でもって次が3と5の間で、これも体は真ん中、体も真ん中、真ん中で手は終わりの方に詰めますねこの場合。あ、動き始めと動き終わりは速度が遅くなるので、うん、動きは詰めた方がそう見えるんで。じゃあ最初の3枚は前の絵に寄せて4と5は近いんだ次は5から1
あ、そうですね。ですよね。じゃあとりあえず1をコピーして、うんうん、で最後にその1は必要なくなりますので、それを消しちゃえば。じゃあこれが何枚になりますか？5から1の中。7ですね、これは。7を書いて。よし、さっきみたいに真ん中くらい。そうですね、真ん中から取っちゃえば楽だから。うん、じゃあ本当にやりたければ3枚目の A をトレースしても大丈夫ですね、その体だけ。うん、まあそれでもいいんだろうけど、慣れないとあのそういう作業すらめんどくさいんで、書いた方が早いやって、うん、なるほどじゃあ体と頭は真ん中くらい割って、でさっきみたいに赤の方に、まあ、前の A に寄せて、ちょうど真ん中じゃなくて右の今の書いた7枚目の A は伸ばしてますね、まあ、腕の曲がり方、肘が先行してるんで、やっぱり残されるわけですよ。あ、なるほど。次書くのは7と5の間ですか。そうですね。で最後は、じゃあ今書いてるのが8枚目ですか、はいはい、7と1の間に、で4と同じように今回は緑の方に近いですね、はいはい、でまっすぐに書いてたけど今回はやっぱりまた曲がりますね、まあ、動き終わりの方に詰めて書かないと。はい、うまく動いて見れるかな。再生お願いします。はいいいね、うん、素晴らしい。やっぱり手が振っている時に肘が曲がりますので、うん、ちゃんと行く時に伸ばして、で帰ってくる時もちゃんと伸ばしてからまた曲がる。まあこれはただの一例でしかないんで。そうですね。これは普通の子供とかの元気な手の振り方じゃないですか。うん、そうですね。でもほら、女性のようなキャラクターが手を振るときはさらに手の角度が違ってくるんですけど、まあちょっと一、これは女性の場合ですか。そうですね。まあここまで振るとすると、これは一番左と一番右のところですか、はい、あー、うん、なるほど。もうこの手のひら自体ももう少し緩くこう角度がつくわけですよ。あ、そうするとひらひらして見えるんですよ。なるほど、いいね。中割りもさらに残してやるとそれっぽく見えます。じゃあ今回も肘が先行して、うん、で手はそのまま少し残される、うん、はあ、でさらに、まあ、動き終わりの時やお、まだね引っ張られてる感じを出して、最後の一枚で詰めて見せるとか、なんかウォークサイクルの8枚の最後に足が伸ばすような形ですね、うんうん、面白い。すごいね、今回は手の振り方で、さらにこの上にセリフ入れたら面白いセリフとか、うん、死んじゃうよとか犬と帰ってくんなとか面白そうなセリフがいっぱいありますね。すごい勉強になりました、はい、簡単なアニメーション、まあもちろんタップ割りを使ってもっとしっかりしたアニメーションかけると思うんだけど、うん、すごい、まあこれはこれでうん、うん、肘の先行とか、あとその手のひらが遅れていくとか、あと体のどれくらい動きつければいいとか勉強になりました。皆さんぜひフリッパークリップ、こういう無料アプリでもこんなアニメーションが上手に描けるし、ぜひ試してみてください。これぐらいの線の量だったら気軽に試せるじゃないですか、うんうんうん、いいですよね。すごい。基礎アニメーションシリーズにも他の動画ありますので、ぜひそれもチェックしてください。日野井さん、いつもありがとうございます。いえいえ、登録お願いします。バイバイ。お達者でー合わせられるから楽しい。